の神様何とぞ。着きました。今日の目的地、帯広競馬場です。今年も買ってきました。あの帯広にね、来るたびに買っているこちらのバンバステッカー、これで4枚目かな。よし、遊びはこれまでです。これはキーバンライフバッグを持って、タブレットを持ち、競馬に本気で挑んできます。よし、では一稼ぎしてきます。よし、やりや、あるぞ。いやー、7、2、止まれ、7、刺せ、うわよし、そのまま残せ、よし、そのまま残せ、よし、1万5000か、マイナスやな。
1.3% の発表。今もう携帯の充電がないので一旦充電をしに避難しに来ました。あ、もうあと2分で始まっちゃう。というわけでですね、もうずーっと浦和競馬ばっかりやっててね、もうマイナス2万まで行ってね、もうどうしたものかと。なんとかね、浦和11レースが、単勝5000円買ったやつが 2.9 倍、だから1万5000円ぐらいかついたので、まあマイナス5000円まではねちょっと復活したんで、ちょっとねもうレーススタートするんでね、もう戻りましょう。スマホの充電が全然ない。まあ、こういう時電気がすぐあるいいな、家なくてもですね充電しに戻れるんで。よし、これからや。帯広の夜は長いぜ。え、いいですか、ありがとうございます。あ、お返しのステッカーです。すいません、こんなもんしかなくて。始まってた。危ね危ね。2号9、いや5先、え、2も5も先頭や。よし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 。わあ、5止まっちゃった。頑張れ2号2、頑張れ2、よし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 、あるぞあるぞ、よしよしよし、2そのまま、2残せ2残せ2残せ、あーやばいやばい、2止まってる、2頑張れ、やばいやばい、2止まってる、あーマジかよ、止まる、あー止まんの、いやそんな止まる、あー嘘、うわー、俺が走りすぎて疲れた、あーむず、2号球全然高いな。最後の遊びで出ました。138お願いします。あ、見えない。よしよしよし、一番最初に登ってるやん。登れ、踏ん張れ、頑張れ、1頑張れ、うわ止まっちゃった、1頑張れよ、1、あ、知ってる番号がいない、あ、知ってる番号がいない。138が一頭も掲示板にいないってセンスなさすぎる。待機しますか。唯一の当たり負け。ありがとうございました。戻ってきたら何かある。誰かがくれたんやな。今日もね、なんかたくさんの差し入れをいただきました。いや、僕がね、なんか来ることを見越して、なんかこうやって、ね、準備してくださってたみたいで、本当に帯広の皆さんありがとうございます。いや、ますます帯広が好きになりましたね。あの負のね遺産もあるんですけど、こちらね、生きた遺産も、遺産じゃねえな、はい、食料も、はい、あるということで、もう僕のね好みのものしかないので、またガルナがね補充されていくと。そして今ハマってる、今年ハマったね名水コーヒーもね、いやまた補充することができます。ありがとうございます。で今日ね、なんかインディアンカレーの冷凍バージョンっていうのがあるみたいで、これをね今日夜ご飯にいただこうと思います。これに関してはもうリアル投げ銭だからね、あの500円入ってたからね普通に、はい、というわけでね、これからじゃあまた今夜ご飯食べていきましょう。いただきます。いや楽しみだな、普通に結構好きなカレーなんですよ。よし、ではあとね30分待つだけでございます。いや大活躍。ではインディアンカレーいただきます。帯広といえばインディアンカレーですからね。どんな味なんだ。いやとろみはいい感じですよ。うん、帯広、いや帯広来たって感じ。もうトロトロ感がな、普通のカレーと違ってね、好きなんですよね。うん、うまっ、うまっ、マジでうまいわ。外れは剣がいっぱいあります。
24,700円買って14,500円かマイナス、はい、12,000円負けですね。いや2時間半かけて帯広まで来て10,000円負けて帰るというね、何をやってるんですかね。まあ人生はねお金増やすだけじゃないですから、はい。まあね全然これちょっとまあ帯広のね競馬場はねもう持ってるんですけどね、まあめったに来れないんで、帯広が、3番ですね、はい。もうすでにね、こちら全国場外馬券場スタンプラリーですね、はい、こちら、クリアしております、これ黄色のシールってことはですね、これ100万馬券を、ゲットしている競馬場ということで、ローゼライトの3着固定だったっていうのを覚えてるんだよな。174じゃなかった、買い目合ってたらおもろいな。174だった気はするんだけどな。ローゼライトの3着固定、あ、お174だ、おお、すげえ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 、気持ち悪いほど覚えてるな。帯広だ、これだけ、これ全部外れ馬券なんですけど、これだけカラーコピーして、ああだから、令和4年だから2年前の8月14日もう本当にちょうど2年前ぐらいですね。すげえな、127万5400円をこちら帯広競馬場で獲得しているという、まあ、思い出のね競馬場ですね。4番の3着固定という気持ち悪い買い方してますね今見ても。いやーこの時代に戻りたいわー、あー感動したわあの時は。過去は良かったと言ってはね、未来をもっと良くなるとねいうことを考えて進むしかありませんね。というわけで寝る準備をしたいんですが、いやーちょっと知床行こうと思ってたのに、ドア目やな、どうしよう明日から何も考えてなかった。トイレ行って、もう傘さすのめんどくさいんで、レインパーカーで行きます。いやこれね登山用に買ったアイテムなんですけど、いやマジでね水を弾いてすごいんですよ。ちょっと一緒にトイレ行ってきます。これ上しかねえから、冷静に考えたら下びしょ濡れじゃねえかよ。何をやってんの俺、ミスった、なんて浅はかな考えをしてしまったんだ。上だけカッパ着たら下濡れるじゃねえかよそれ。足だけすいませんがグランプリボスタオルさんで拭かせていただきます。当然ながらびしょ濡れだよ足、ズボンと。明日以降の予定を全く考えてなかった、どうしようマジで。知床行こうと思ってたのにな、しばらく雨なんかな。まあちょっと明日のことは明日考えましょう。明日の予定もわからない、何の人生設計もなければ明日の予定すら考えられないという、はい、もう今を生きてます。1650円、安い。かかとも踏んでも大丈夫だし、運転するときはねこれかかとかかってないとダメなので、こういうサンダルめっちゃ便利だと思って、いやすげえな。で左が踏んでる感じで、サンダルでも使えるし通しても使えるっていうね。いやこれでちょっとしばらく過ごします。これは2台用にしても靴はだから全部でなんか1登山用クロックスでスーツ用で、あとプライベートの4つか、1、2、3、4、5個か。今日は珍しく有料観光です。
てて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 、よもう知床は完全に諦めてどうしよう、逆にノープランになってしまった。ちょっととりあえず休憩、コーヒー休憩、思ったより万栄全力疾走が疲れたどうしようこの後どういうルートでどこに行こうかな。浦川に入ってきました。もうこんな感じでね、見渡せば馬がいるというそんな景色になってきましたね。いや楽しみです、浦川馬の町。はこちらでお風呂に入っていきます。いいお湯でした。ちょっとこの後ね、場外馬券場で浦川の馬券仲間と一緒に競馬観戦しに行ってこようと思います。 JRA に行くか国道に行くか、究極の2択です。はい、今日おとなしく国道へ行きます。 JRA はね、また土日に行きましょう。ハイビームしないとハーツクライ、ハーツクライ、アルカセットハーツクライ。2005年のジャパンカップの実況再現ですね。ちょっと競馬に囲まれる環境になって余計競馬病がね発令してしまうというね、病気ですわ。ちょっと怖すぎるこの道怖すぎんだ、誰もいないし、なんか出てきそうな。いやこれが北海道のリアルな道ですね。鹿にぶつかりませんように。あの競馬は当たらないと困りますけど、鹿とは当たらないに越したことはないのでちょっとやっぱ外れ馬券いっぱい積んどこうかな当たらないみたいな。閑散としてるなやってるっていうレベルの場外馬券場です。去年もこの馬券場でやったリンデンリリーさんです。ちょっと僕はもう間に合わないんで、じゃあ応援します。応援します。3が勝てばいいですね、とりあえず、はい、とりあえず3番ですね。3形はできたね。形はいい形はいい。いや結構な足で来てるけど、うわなんだ3210。最終レースのパワーを超えてます。一緒に喜びましょう。あ、519とか591で決まれば頼むぞ。591。あ、1が遅れとる。あ、俺ダメでさ、終わった。2、758ってなんだよ。大金です。くそ、一レースだけやりに行った、ちゃんと負けました。こんなノリで行って当たるわけがないんですよっていうね、これは競馬のね、あの簡単ではないということですわ。ちゃんとやんないと当たんないってことですわ。夜ご飯に行ってこようと思います。カツカレーラーメンでございます。しなしなのカツもうまいんすね。今日はですね、こちらリンデンリリーさんのご自宅の車庫を貸してくださると
いうことで、今日は車庫泊。あ、ポップアップはでもこれギリ上がんねえか。ちょっと電気に当たりそうだなこれは。ここね、はい、素晴らしいのがですね、ここコンセントついて、あのもう充電あのし放題だそうなんで、はい、でここシャッターも下ろせるみたいなんで、あの夜ね寝るときはあのシャッター閉じれば結構多分静かに寝れそうなんで、人生初車庫泊を今日はしていきたいと思います。まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ30センチぐらいいける。どうすか、あ、これマックス、いやまだ行きます、まだ行ける、あ、まだ大丈夫、いけるか、頑張れ、いけるか、どうなんだこの辺、あ、ここからな、これぐらいかな、これだったらポップアップ開けても蛍光灯ギリ当たらないんで、すげえ、インディーちゃんと号のポップアップ仕様の車庫です。新しい RV パークですね。こちらで電気も完備、そしてトイレもお貸しいただけるということで、この車庫の中で、週末の競馬に向けて競馬予想していこうと思います。寝て起きたままの状態なんで、ちょっと今から片付けていきますけど、いやこの人ん家の車庫で寝るっていうね、新しいスタイルですね。シャッターあるから防音になってるし、で虫も入ってこないし、めっちゃ静か。いや車庫欲しいわ。いや浦川に RV パークができました、ありがてえ。ちょっと今からね競馬予想と動画編集をしていきますわ。いやでも充実した日々ですわ。虫が入ってこないのはいいな。これ開けといていいんでしょ。いやー車庫泊、人生初車庫泊だななんだ車庫泊って。ちょっともう寒いんでホットコーヒーを飲みます。まあ言うてまだ8月だけどね、北海道はもう夜寒いね、もうお湯も沸かし放題ですわ。浦川場外発売所の外れ馬券です。まあ去年もね行ったんで、もうあえてねあの保管はしなくていいんですけど、まあ一応ね2回目の浦川場外もリピーターです。どうなんだろうこの車庫泊で Wi-Fi も完備で、太陽が入ってこないのが明日の朝だからどうなってんだろう、気温が暑くなんないのかなっていうのがちょっと楽しみです。全然朝って気づかんわ。あでもまあ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 現在26度ですね。なので日も当たらないのでかなりかなり快適ですねこれは。いや世の中の RV パークとか全部車庫にした方がいいんじゃねえかっていう。いや虫がいないのがでかいわ。快適だったな。あ、まあ、ソーラー発電ができないけど、まあまあ言うてね普通にもうコンセントもいただけてるので、まあ、電気も困んないし、で音もねと暑さも遮断されるんで、いや車庫泊が一番いい気がしてきた。いや最高でした。おはようございます。今日は浦川の街を出発してサマーセールというね馬の競りがやってるので、今日はなんで競り行って、その後すぐねまた近くの門別競馬場で一勝負して遊んでこようかなと思います。いや今日も馬尽くしの一日になりそうです。では行ってきます。普通の馬がいる景色すごいですね。これが馬産地です。
勉強に行ってこようと思います。今日はね、この後紋別競馬もあるということで、今からね紋別競馬場で戦ってこようと思います。よし、紋別競馬場7レース7番が勝負なんで、ちょっと急いで行きましょう。左手に見えますのが道の駅2カップサラブレッドロード2カップかというね、はい、こちらも何度も車中泊させていただいてますね。いやちょっとじっくりね見たいんですけど、紋別のレースが近づいているので作業急ぎます。残念ながら金が第一や、急げ。7番を買うために春風だったっけな、まあ、まだあと10分あるんで全然余裕ですけど、よし、では出勤してきます。7番どれだ、これにかけようと思ってます。頼むよ。また進んでいく。砂かぶらず行けよ。よし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 、砂かぶんないで行け。あーわうわ全然置かれてってる。全然あかんやん。1ミリも惜しくないや。何これ、嘘でしょ。わ4万円を失いました。急いで来て4万円を失って終了です。最悪。嘘やん、何もいいとこない。ヒロ君頑張れ。当選券ありがとうございました。さあヒロ君頼むよ。これが当たれば取り返せる。ヒロ君頼む。よし。よし、2番。いや、2番手。いや、ビクトリーポジションに。いや、外2番手。さあ、手応えは。いや、あるぞ、あるぞ、ある。いや、ある、ある、ある。ある、ある、ある、ある。ヒロ君。ヒロ君。ヒロ君。ある、ある、ある、ある。ヒロ君。よし。よし。そのまま。そのまま。残せ。ヒロ君。ヒロ君、本気出して。そのまま。そのままだ。いける。いける。よし、よし、よし、よし。よし。よし。よっしゃやったよしよしすげえ、よしおめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。ヒロ君のおかげで復活や。ありがとう。ウェーイ。払い戻し金は受け取りください。ありがとうございました。よし、記念撮影戻ろう。紋別最高。というわけで今日の成果はまた後ほど。いやー、馬券もそこそこ当たって、ソメスサトルグッズも当たって、まさかのいろんな奇跡が起きました。あー、よかったよかった。いやー、大金です。いやー、最後当たってマジでよかった。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ダメになりそうな時、金が一番大事。いやー、やっぱ金やな。馬券当たってなんぼやな。いやー、よかったよかった。最高にいい思い出ができた。すげー、インディーチャンプ号がすすきののど真ん中を走っております。1日が終わりました。馬の背競りで、その後紋別競馬場に行ってね、
このね、紋別7レースで勝負するためだけにね、紋別行ったんですけど、まあ、ついて5分で4万円を失うというもう悲劇が起きて、ちょうどね、もうこれだけやってね、すぐ帰ろうかなと思ったんですけど、なんとですね、はい、これのおかげでですね、なんかちょうどね、なんか抽選会やってて、このなんか参加して、なんか1枚3000円円につき1枚もらえたんですけど、なんか4万円も買ったおかげで10だから13枚もらって、しかもですね、なんとね、これが抽選会が見事5名しか当たらない抽選に見事的中してです、的中当選してですね、はい、なんとこちらトミスサドルのマルチバッグという商品をゲットしました。いやだからね、こうついてすぐね、もう4万失ってすげえショックだったんですけど、まあ、そのおかげでこのソメツサトルグッズで少し取り返すということで、これね調べたらですね、なんとですね、はい、こちらが28,600円という品なんで、まあ、実質ね馬券は4万負けたんですけど、まあ、そのおかげでですね、なんと28,600円が戻ってくるという。こことかかけておける、ああかけられるわ。だからこことかになんか荷物とかね置いておけるという、なんかすげえ丈夫なんで、いや革のいい香りがするんだよ。このソメスサドルは、ね、前回の競馬ライフで実はね、そのお店のファクトリーの方に行ってて、実はアッシュゴールドのコインケースをね、あのベルベットでも買ってたりして、いや神様いるんですね本当に。ということでね、見事取り返したってなんだ競馬はね、いや4万を失ったんですけど、ソメスサドルグッズがまさか当たるというね、はい、奇跡が起きました。でしかもその後最終レースですね、単勝1万円買ったね、もうそれもたまたまご一緒してた馬主さんの馬がね出るということで、もうその記念で、なおかつあのいつも僕がね着ている、はい、吉原ひろと騎手の服をね毎週ね僕は着てるんですけど、毎日ねほぼのねジョッキーということもあって、応援馬券単勝1万円買ったらですね、なんとそれが1着になってですね、それが41,000円ついたので、もう実質だからこの4万負けの馬券が、まあ、ほぼ返ってきてというね、素晴らしい一日になりました。いやほんまになんか神様がいてくれるとしか思えないというね。いやこれはなんかちょっとどっかに置きたいよね。いやよく当たったわ、5人しか当たんないやつを。いや捨てる神あれば拾う神ありとはこのことだ。いやちょっと明日はね札幌グルメをこっからなんで街まで歩いていけるんで、いやちょっと一日ね札幌の街を明日は楽しもうと思います。グルメを堪能しにちょっと足を伸ばしていこうと思います。いやこれのために今回わざわざ有料のね車中泊スポットで泊まったと言っても過言ではありません。もう今年北海道一のイベントと言っても過言ではない北海道飯行ってきます。いや野菜マシマシ見に行くからね。Wi-Fi があるっていうね、奇跡的に Wi-Fi が結構早くて、いやすごいな。で街にもすぐ行けて、料金は1500円です。よし風呂行ってまた週末のね競馬へ向けて予想していこうと思います。いやレトロなお風呂に行きます。上がりのセコマートです、はい、セコマのアイスカフェラテですね。こちらはですね北海道の牛乳を使ってるんで、あのアイスコーヒーではなくアイスカフェラテを頼むというのがね僕のセコマートの楽しみ方でございます。ではいただきます。ひんな、牛さんの牛乳ありがとう。あもうねあのドライヤーもあの車の中でありますからもう家ですからね、ここは実質ドライヤーしていきましょう。
今週もですね、夢の2代目キャンピングカーへ向けた軍資金作りを競馬でやっていこうと思います。今日もですね、もうパソコン、モニター、そしてタブレットと、はい、もうフル活用してですね、全レース今から、また週末のレースを72レース予想してですね、来たる週末の競馬へ向けて予想していこうと思います。いやちょっと今週はもう移動が、もう帯広、札幌競馬場から帯広競馬場行って、浦川の馬券場行って、競り場行って、で門別競馬場行って、また札幌に戻ってくるという、もう意味のわからない移動してきてるんで、いや移動とね、競馬をやりすぎてね、かなり疲れてるんですけど、当てないと単純に金が減るというねデメリットしかないので、また今からね、あと300万ぐらいか、あと2ヶ月で300万って無理じゃねえか、いけんのか。無理だった場合、あの車のね、引き渡しがどんどん遅くなるというね、あのお金と交換条件で、ね、あの車をもらうという約束をしているので、いやーちょっと今週はな、帯チャレンジとかもしたいよな。100万増えたら一気に近づくからな。はい、というわけでね、ちょっともう今からね、また全レース予想していくだけなんで、あとはタイムラプスでお楽しみください。よし、やるか。ガラな休憩。じゃあ今日もセコマのガラナをいただきます。いや、あとは数えるほどしか飲めないのか。もう終わりが近づいてきてるっていうのが寂しいですね。北海道編もいただきます。帯広でいただいた六花亭のお菓子いただいてね、これ食べながら予想を進めていこうと思います。今日の夜ご飯はセイコーマートです。セイコーマートのこちら300円のおにぎりセットですね。おにぎり2つとあとちょっとしたおかず。この番組準レギュラーのトマトたっぷりサラダ、でも毎週登場してると思うな、これ。まあ、あとはね、こちらも結構登場しているもずくですね。1個あたり40円かな。なので40円の300円の200円、まあ、600円以内ぐらいですね。500円ちょっとの、はい、夜ご飯になります。サーティワンです。はい、サーティワンのなんか LINE ギフトを視聴者さんからいただいて1000円分いただいたんですけど、いや一人でねアイス1000円分は結構きついぞというとこだったんですけど、まあ、なんとかですね、アイスとクレープですね、もうなんとかね、やっぱギリギリ1000円まで買った方がこういうの得なんで、もうその1000円を考えるゲームをやってましたよね、もはや。だから食べたいものを変えてんのかちょっと分かんないんですけど、はい、こちら980円、20円の損失で済ませるという、損失っていうかね、まあまあまあもらってる時点で全部プラスなんですけど、はい、ありがたくいただきました。これをで昼飯をしのいで、夜もまた LINE ギフトでね、ちょっとスシロー行こうかなと思ってるんで。ただでさえね、もう競馬でね、選択するのがねすげえ頭を使うんですけど、はい、究極の2択、ほうじ茶ブリュレとマスクメロン。
はい、今日はねちょっと早いんですが、今から夜ご飯食べて、夜ご飯っていうかもう朝も昼も食べてないんだけどね、昼のね31に続いて、はい、こちら3000円分のスシローの LINE ギフトも実はいただいて、今日はだから LINE ギフトで、まあ紐でっていうか紐では毎日かはい、いただいたね今回スシローの3000円分のギフトですね。ではスシローチャレンジ行ってきます。いや、ぴったし3000円いきたいね。誰も得しない、誰も損しない、はい、そうだ、誰も損しないね。よし、行こう。一気に1120円使えるな、これいっちゃえ。まもなくご注文いただきました商品が到着いたします。120円よ。ちょっと今日初めての試みで本当に丸24時間あの車内をタイムラプスでひたすら撮るということをやってたんですけど、まあ想像以上に本当に何もしてなかったですねほんまに永遠にパソコンをやってるという、1日で、もうこれがリアルな車上生活というか車上競馬生活の実態でございます。そして暑い今週はまた、いやー、エアコンをね使いたいんだけど電気がちょっとね曇り続きで微妙で、やっぱりこう不平不満が出てくると、いや早く2目の2台目キャンピングカーが欲しいなというとこなんですけど、今週もですね夢の2台目キャンピングカーへ向けたね軍資金作りを競馬でやっていこうと思います。今週の軍資金もですね、現在のチャンネル登録者数を軍資金にしていこうと思います。今週はですね8万4000人の方に、はい、登録していただいているということでですね、今週の軍資金はこちらです。8万と、4000円を、はい、明日ね1日で全額使ってこようと思います。で、作戦なんですけど、ちょっと明日に関してはちょっと副賞転がしが2レースくらいしかねいけないんじゃないかなと、ちょっと枠順とか見たらちょっと微妙というかね危ないところもあって、まあ確実にいけんだったら、まあ2レースはいけそうなとこあるんですけど、ちょっと2コロじゃねあんま転がんないかなと。あとはね夢の2台目キャンピングカーはねもう発注していてですね、その残金があと300万ぐらい足りないんですよ。で、このペースで行くと、のんびり福コロをやっていても、あんまりね、追いつかない気がするので、ちょっと明日は、なので、初心に戻って、初心がね、ちょっとおかしいんですけど、はい、この帯チャレンジというね、まあ、一発100万円をね、まあ、狙う。まあ、そんなうまくはいかないんですけどね。現在の、だからキャンピングカー貯金が747万とかかな。なので、まあね、ちょっと車のね、最終的な金額がだいたい1000万ちょっとになりそうなので、ちょっとね車のトータル金額もねまた作っていって最終的にねあの差額が出たりはするんで、ね、まだわかんないんですけど、一応予定ではあと300万ぐらいは必要なので、そうですね、8万円を100万にするぐらいだったらまあできなくはなさそうなので、ちょっと今週に関してはね、土曜日に関してはとりあえず一発逆転をねちょっと狙っていこうかなという作戦でいます。とりあえず今日はもう寝ます。ちょっとだいぶ
だいぶちょっと今週移動もしてきてだいぶ疲れてて、風呂もね明日ちょっと入る時間がなさそうなんで、ちょっとどうなるかわかんないんですけど、とりあえず今日は寝ます。暑っ、ちょっとマジで暑いわ。もう夏終わったと思ったのにまた復活してきてよ。こんだけ馬尽くしの1週間を過ごしたんだから、馬の神様何とぞ。時間です。ちょっと暑くてもう目が覚めてしまったんで、お風呂に行くしかやることがないんで、泣く泣く風呂に行きます。今日も風呂上がりのガラナいただこうと思います。じゃあ今週も頑張りましょう。いただきます。裏切らん。セコマモーニングして競馬場へ向かいましょう。今日の朝ごはんはセコマートです。もしかしたらイートインコーナーもあるので、ちょっと中で涼みながらゆっくりしましょう。よし、では今日も札幌競馬場へ向けて出勤です。一か八かでゼロの可能性も、まあ、なくはないんですけど、まあ、自分の予想を信じて戦ってこようと思います。いや頼むよ。なので今日は8万4000円をですね、まあ、フルに使っていかに増やせるかというゲームに、ね、なってくると思うんで、いやあと札幌フォローもあと2周しかないんでね、やばいな、終わりが近づいてきてますね。いや行きましょう。黄色止まって8が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 
証を受け付けました。投票券をお送りありがとうございました。アイスだ。後輩にアイスを買ってもらった。さあどうなの？145どうなの？あ145。
145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 
サンパルパトロール、そして6番マテンローが1番から追い込んでくるのが、これが5番のビッグスコーピオン、ビッグスコーピオン3番で先頭2番のサンパルパトロール、サンパルパトロール今5位パンと広がりました。6番マテンローが5番ビッグスコーピオン、いやーそれだけじゃあかん、いやー火曜年下ないっすか、火曜年下ないっすか、11位、2の3着固定で外したわ、いやーダメだわ、いやーそれだけじゃあかんねー、前後賞ねえのかよ、 5-2 はできてんのに、あー終了です。いやー今日は良くも悪くも、まあ予定通りというか予想通りの、いやー微妙な結果になってしまいました。いや厳しかったな、ちょっとねやっぱ一発逆転を狙いすぎるとイマイチとなるというね、いう結果になりました。この後はねちょっと人運動して、ご飯に行こうと思います。今日の結果はまた後ほど発表いたします。うちに雑巾みたいにギュッと絞って、最後の一匹の。よいしょ、よいしょ。やりました。お疲れです。お疲れです。走れ走れ牧野、この胸に穴を抱き上げて。土曜競馬が終わりました。今日の夢の2代目キャンピングカーチャレンジは失敗でございます。いやーここにまあ残骸が、まあ、たくさんあるんですが、結果ですね、当たったら100万になる馬券は全部ね、まあ、こんな感じで、まあ、紙のね馬券で、まあ、勝負して買っていたんですけど、まあ、結果的にね帯チャレンジは外れ、まあ、そして新馬戦チャレンジも外れ、まあ、唯一3連複1点勝負で買ったとこだけが1万円がね4万4000円かな、まあほぼマイナス4万円と、いやー厳しい。で今日はちょっともう朝暑くて目覚めてしまって起こされてしまって、もうかなり寝不足なんで、ちょっとそれを踏まえてですね、もう早く寝て明日の朝またどうせ早く起こされるんで、朝早く起きてからオッズとか見てね明日の勝負レースっていうのをね決めていこうかなと。いやー明日はなー、もう全部諭吉がただの神に変わりましたからね、いやー辛い。で今日は以前ねあのこのチャンネルでも紹介したねお店の、まあ、駐車場を使っていいよと言われたので、でトイレもねあの貸していただけると車中泊させていただきます。いやーほんとなんかねこの札幌に知り合いがねこうやってできることによって、以前ねこの町来てから知り合った人たちのお店をね今日もあの渡り歩いていたんですけど、いや本当にね一人で生きてたら出会えない世界に出会い、なんかね巡り合わすというかねあってね、本当にいやーなんか本当に人生何が起こるか分かんないもんですね。なんかこう人との出会いっていうのもね、まあ、この旅暮らしのいいとこかもしれません。で今日はもうパッと寝て、あー下に備えましょう。あーあでも今日は涼しいわ。いやー明日こそ何とぞ帯チャレンジがそろそろ当たりますように。また明日。
ですけど、ちょっとね副賞転がしが微妙かなと思っていたんですけど、まあ、予想した感じだとこのね新潟の方はねちょっとこの雄太郎くんがやってるんでちょっと除外ということなんですけど、この札幌2レースプラムダンディ、そして札幌11名村クレアで中京12スタータン、この3頭は硬いかなと思っていたんですけど、3コロしかないんで微妙かなと思っていたら意外とオッズがついていて、今見てみたらちょっとね試算してみたらだいたい8万4000円今日全額から始めたとしても、最終的には倍の16万8080円で、しかもこれ最低の場合のオッズなのでもうちょい上がる可能性もあるんですよね。はい、なので今日ねちょっとあんまりちょっと仕事テレビ収録でバタバタしちゃってるんで、もうこのサンクラ入魂でちょっと転がしに挑んでもいいんじゃないかなと。なんで札幌11だけでちょっとテレビ収録中なんで、逆に札幌2レースが当たったらもうすぐ名村くらい買っといて、で収録が終わったね12レースに最後はねもう全勢力を注いで観戦するというスタイルでねちょっと攻めていこうかなという作戦でございます。あとはねテレビ収録でちゃんとね、ギャラを確保してこようと思います。いやではね出勤していきましょう。あるんすかインディーチャンプの。なんかたまたま持っててよく持ってましたね、で翔太さんならと思ってぜひ。これめっちゃ嬉しいです。本当ですか。動画も全部見 て、 ありがとうございます。ずっと会いたくて会いたくて。マジですか、はい、ありがとうございます。本当大したことないんですけど、あのあいやいやすいません、こんな窓からありがとうございます。うちの部屋こんな馬だらけなんで、もし暇だったら遊びに来てください。はい、では出勤してまいります。いや今日はガチな出勤ですね。いや現地でこうやって仕事をいただけるってありがたいですね。本当に旅をしながらネットとあとは皆さんから仕事をいただくことで生きていけるというね競馬ライフです。いや今日はねテレビ集中しながらも馬券もね2台目キャンピングカー資金も作ってこようと思います。では行ってきます。投票を受け付けました。投票内容を印刷中です。ジョスさん、まずは1コロ。よし、もうそのまま参った方がいいぞ。よし、そのまま、あ、人気薄がいい。安いわ。当たったけど安いわ、1.4 個これ、安いわ。解禁です。いやー厳しい戦いだった。あー辛い。荷物を取りに行きます。いやもうこれね3ヶ月、もう何これ3回目4回目買うのっていうぐらいもう習慣としてね使ってます。いやコンビニでもねこうやって今 Amazon はね受け取れるんで非常に便利な時代です。いやこのマスクね本当にお風呂入れない時とかね顔洗顔できない時に便利なんでね、また便利アイテムは概要欄に貼っていますので参考にしてみてください。
今週も一週間お疲れ様です。はい、今日はですね、まあいろいろ格闘した来たんですけど、まあ、今日朝ですね、たまたま本当に視聴者さんが車ね、インディーチャンプコン見つけてくださって、まあ差し入れとかね、まあいろいろガラナとかね、いただいたんですけど、いや中でもですね、なんと、はい、こちらインディーチャンプのコースターをプレゼントしてくださいました。いやすごいですよね。これね、ディープとかウィンドインハーヘアとかいるんですけど、なんとインディーチャンプが実は現役の時に売っていたということで、いやまさかこれをちゃんとね取っといてくれたというか買ってくれてた方がいたんだということで、いやこれだ、もう今非売品ですからね、売ってないんで、いやーこれはねめっちゃ嬉しいということでね、朝からすげえハイテンションでね、競馬場へ向かったんですけど、いや、今日の夢の2代目キャンピングカーチャレンジの結果はですね、失敗でございます。いや、最悪ですよ。まあ、8万4000円からスタートしてですね、で、まあ、得意のね、まあ、新馬戦でその後、まあ、あんまり予定はなかったんですけど、いや、これ副賞が、まあ、一番人気が飛べば、副賞 3. 点何倍まであったんで、いや、上限いっぱいまで行くんじゃねえかな、ということを、まで、スケベ心を出して、新馬戦で副賞10万9200円か、をつぎ込んで、まあ、見事それも的中してね、まあ、結果的にちょっと3倍にはなんなかったんですけど、1.7 倍かな。で、まあ、18万ぐらいになっていて、まあ、もうあとはね、予定通り、もう名村クレアと、そして、新潟12レースと、で、もう完璧なプランだったんですけど、なんとですね、函館スプリントの名村クレアが一番人気で5着ということで、まあ、しかも今日ね、競馬のテレビの仕事もいただいていたので、放送中だったので、まあ、その僕の外れたリアクションも取れないし、金はなくなるしという、YouTuber としてはもう最悪の、金は減るわ、外れた絵すらないわ、と。まあ、だから本番中僕どんな顔してたんですかね。一応テレビのね、仕事の集中はしてたんで、なるべく表情は出さないようにしてたんですけど、多分ひどい顔してたでしょうね。もうこの世の終わりかのように、あはみたいな。いや、ただね、金を失っただけと。いうことでですね、ありがたいことにね、テレビのね、仕事はいただいて、聞いたので、はい、こちらのギャラもね、はい、UHB さん、北海道文化放送さんからね、まあいただいたわけですけど、まあ僕の場合はですね、もうこのただ仕事をいただいてね、終わりというかね、ああ、よかった仕事をいただけてお金増えるっていうわけではないんですよ。ギャラいただいて仕事いただいて、はい、プラス確定というわけにはいかないくてですね、もうなんならギャラ以上にかけて、競馬で馬券を買って、そしてそれが当たって初めて仕事が完了すると、はい、いうことなので、いやー、まさかね、ギャラ以上に負けるというのがね、はい、この宿命というか定めというかね。いや、まあまあ、こんなことやってるから社長生活なんでしょうね、いつまで経っても。っていうことでですね、まあ、当然ながらね、今日はギャラ以上に負けるという。いや、ほんと、一日何をやってるんだろうと。まあ、いうことでですね、いやー、もう、なんなら外れ馬券すらどっか行ったわ、もう。なんで単純に18万かけて失うということで、名村クレアという馬でね、負けたんでね。まあ、夢の二代目キャンピングカーもね、クレアっていうキャンピングカーがね、候補にあったんですけど、まあ、やっぱりいろんな意味で縁がなかったんだなと。いうことで、だこれをクレア、二代目クレアにしてたら、多分今日当たったんですよ、きっと。なんで、まあ、縁がなかったと。いうことですね、クレアゴートは。いやー、残念。ということでですね、今週の成果はですね、こちらです。はい、4万4000円ということで、土曜日ちょっとね当たった、もうこんなもうほぼ小銭ですわ。はい、競馬の結果としてはですね、今週はもうマイナス12万円という、いやー厳しいです。ちょっとこの北海道シリーズというか、この札幌シリーズがかなりちょっと苦戦を強いられていて、まあなんか去年もこんな感じだったと思うんですけど、去年もなんか北海道最後の週で結局なんか大プラスになって帰ったんで、最後の週前どうなるかわかんないんですけど、いやーちょっと今のところかなり厳しい戦いなんでね、ちょっと来週で北海道シリーズがね終わってしまうのでね、なんかもう名残惜しいんですけどね、最後の一週までちょっと諦めずにというかね、去年を思い出してね、最後の一周で大まぐりを決めたいと思います。なんだかんだでまたずーっとコメダで競馬の復調してたんで、まあなんかこの悔しいって思う気持ちがある限りは僕は負けじゃないなと改めてちょっと思いました。やっぱ悔しさがって思う限り勝ちたいってやっぱ思う野心があるんで、まあ、その限りはまだね今後もやっていけるんじゃないかなということでね、ちょっとねあと一周ね、もうこんな北海道にお金を置いて帰れませんから、ラスト一周で全て
取り返すっていうかね、もういっぱい持って帰ろうかなと思います。それではまた来週北海道編最後か、もう一週かな、そう、札幌競馬としては来週が最後になりますんでね、いやー、北海道競馬編最後の競馬ライフ、来週もぜひお楽しみいただければと思います。いやー、今週はちょっとね、いやー、いろんな、もうね、週4競馬、週 5? 週4競馬、週5競馬かというね、すごいね、楽しい一週間を過ごしたんですけどね、いやー、金がついてこなかったんで、来週はね、ちょっとたくさんの諭吉、栄一、はい、もう見られるように頑張ろうと思います。それではまた来週も見てくださいね。じゃんけんポン、うふふふふ、あー、くそー、悔しい、チックショー、ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃん。